はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はダークネビュラスと戦います。今ね、結構早く倒せてて、28手で倒してますね。で、それよりもちょっと早く行きたいと思って、これを入れてます。主人公がパラディンですね。縦スキルに思いっきり、ドーピングしてます。HP が1189。かなり高いでしょ。で、守備力も1096。これならば、全員を守りながら、いけるのではないでしょうか。うん。まあ、とりあえず、どんな感じになるのか、行ってみましょう。問題はね、ミサイルなんだよね。ミサイルを、どれぐらい防げるかによると思います。まあ、とりあえずチャージタックルで行くでしょ。ああ、でもね、攻撃力アップがそうか。そうか、レボルとかそういうのがないんだよね。ルカに入れる。いや、入るかわかんないな。んで、フォースブレイクで、これでだいぶダメージは違うはずだもんね。フォースブレイクと、いや、だけか。聖女入れとく一応。いや、入れるんでいいのか。むしろ防御力を上げてあげた方がいいか。いや、どれぐらい守れるか分かんない。最初にと一度だけ向こう。いや、これじゃ違うんだよな。違うんだよね。やっぱりアイギスだな。アイギスを入れて、で二王立ちか、うん、で行きましょうか。いやー、ダメージが結構微妙だな。でもずっとこっちのターンみたいな感じで攻撃を入れ続ければいけるっしょ。いやー、厳しい。結構ダメージ低いね。やっぱりバイキルトは入ってた方がいいのか。1入れとけ。スクルトは入ってないけどね。で、ここで二王立ち、全員を守りながら。どうだ、ミサイル防げる。どう、防げる防げる。おーおーおー、4発全部食らっても大したダメージにならない。いいんじゃない、いいんじゃない。で、他のキャラクターはとにかく攻撃しまくる。おーおー、いいよ。で、ここで無限入れて防御2段階アップさせれば、さらにだよね。いけ。あー、これが来るか、めんどくせえな。あ、でも守ってもらえばいいんだ。どんぐらい。あー、いや、でも必殺技とかもあるし、いける気はする。うん、回復はもう雫で回復して、これじゃあ無理だもんね。パラディンガードじゃあ全体はカバーできないよね。全体攻撃はなら難しいか。まあ、こいつはとにかく仁王立ちだけでいいか。で、ダークネビュラスが次こけた時にまたアイギス入れて二王立ちしてやればいいかな。まあ、とにかくずっと守っといてくれ。ダメージが入んない。メカバーンから行くか。
オッケー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 、効かない効かない、ミサイルもまあ効かない、オッケー。うん、メカバーン、これ後回しでいいか。うん、メカバーンちょっと後回しだ。とにかくダークネビュラスを倒そう、まずはさ。うん、無限、いやあんまり回復しきれんけど、いい、いける。うん、テンションもどんどん溜まってきてるし、ミサイル大丈夫、耐えれる。オッケーオッケーオッケー、もう効かないけど、ダメージ受けない。あ、で次ぐらいにまたダウンさせれるね。これ与えるダメージが微妙っていうところが結構きついとこだな。まあまあ、でもとりあえずこの感じでいってみよう。うん、パラディンガード意味ないし、いや、そろそろ切れそうか。まあ仁王立ちだわな、ここは間違いなくね。1000ずつぐらいじゃあんまりダメージになってくれない。うん、どうせ呼ぶからもうこいつはもう放置しとこう。うん、効かない、うん、効かないからいいや。で、次まで防御してくれるね。だここは攻撃しとけ。 OK。 うん、一向に黄色にならない。うん、ここはこれだわ。とにかく防御力は上げとかなきゃいかんからね。やばいやばい、アイギスが切れたぞ。これ耐えれる？ちょっと怪しくなってきた。うわ、あ、これ無理だ。ああ、耐えれた耐えれた、ギリ耐えれた。チャージタックル、おお、あ、もうちょいだ。フォースブレイク、ナイス。んで回復、でアイギス入れて、意外とアイギスが早めに切れるんだね。 OK。 うんうん、あ、メカバーン大したことないわ。いっけ、そんなにダメージにならない。で風切り、はい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 。んで仁王立ちと、だいぶ持ち直したよこれで。アンルシアのねテンションがたまっ、あ、たまった、 OK。 闇ブレスも OK、 ミサイルもそう効かない。うん、そろそろフォースブレイクも、あ、いいねいいねいいね。やっぱりバイキ入ると全然違うわ。うん、あ、全然ダメージが違う。ここ雫入れとったがいいでしょう、この HP はね。いけ、あ、もうちょいだな、 いくか 100% にしようかと思ったんだけども、そのまんまいけ。あー、倒しきれない、倒しきれんか。 OK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  全然 OK。 でフォースブレイク入れて、もう倒せるでしょ。無限、うん、700やりゃいいか。仁王立ち、倒れて
厳しいな。でこいつ毎回ミサイルするんで、毎回ミサイルなかなか厳しい。で倒すか、いや倒しきれん、硬い。あ、OK 倒した。んで、あとは攻撃していくだけだ。うん、ドルマいいんじゃない？いけ。よし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 。終わったんじゃない？よし、いけた。いや、でもだいぶ時間かかったな。49手か。まあ、安定して倒せるよ。こっちの方が。安定しては倒せるんだけども、49手はちょっとかかりすぎ。ですね。はい、それでは戻ってきました。49手だったね。いや、28手と比べれば全然。守りはいいんだけども、やっぱ攻撃がちょっとしょぼくなるね。攻撃がしょぼくなるんで、なんとか敵の、いやでも耐久も下げるの今のがせいぜいでしょ？なら最初の、そうね、行動で、フーラが2回しっかりとね、動いてくれればまた変わってくるだろうけど、いやー、なかなか強いですね。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。